はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。こう先日からこう視聴者の皆さんからね、こうリクエストを受け付けています。でその中で花束を、まあ、ブーケね、ブーケをこう実際のスピードでね作ってるところを見せてほしいっていうリクエストになります。なので今日はそちらをお見せしようと思います。特別に今日はお見せしましょう。よく見てくださいよ。はっ、こちらの部分です。ではね、冗談はさておき、実際に制作してみましょう。で今日は実際のスピードでやっていくので、僕がこう制作中に話さないといけます。なのでこうテロップのみで皆さんにはこう編集の時にテロップのみでお伝えしていきます。ただもうこう実際のスピードでね全部お見せしていくので、それでこう感じてください。では行きます。
はい、ありがとうございます。こちらのブーケはいかがだったでしょうか。今日はね、こう何分でできるかっていうね、皆さんの要望にお応えして作りましたけど、実はまあ早く作るんだと、バラならバラ、トルコキキョウならトルコキキョウをこう固めて作っていった方が実は早くできます。ただ今回あえてね、こう散らして作ってみました。こっちはちょっとね、時間がかかるんですけど、あえてそっちにチャレンジしてみました。ただなかなか可愛くできてると思いますね。また皆さんのこのご要望にもお答えしつつ、まあ、そうじゃないものももちろんね、どんどん混ぜながらやっていきたいと思います。でね、皆さんにちょっとお願い事があります。このフラワー TV ではチャンネル登録を募集しております。まだチャンネル登録をされてない方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。スマートフォンの方は下にチャンネル登録というボタンがありますので、そちらからチャンネル登録をすることができますし、 PC の方はこの画面の中にチャンネル登録してくださいというところが出てると思いますので、そちらをクリックしていただくとチャンネル登録をすることができます。目標1万人未満になってますので、よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time。可愛いよな。可愛い。